キートーク、はい、はい、ということでございますけれども、うん、ですね、僕この間、はい、高校の同級生と、うん、男と女の方にお会いあって、久々に会ったんですよ。で、まあ、男性の方は東京に住んでる方なんですけど、女性の方は、まあ、札幌に今住んでて、うん、僕もうね、もう25年ぶりぐらいに会って、そうだね、まあ、なるよね、そのくらいね。そうなんですよ、まあ、年齢が年齢だから、その高校卒業して、まあ、ちょっと遊んでた時期もあるんですよね、まあ、友達とかと。で、まあ、20歳ぐらいから考えて、まあ、それぐらいで久々に会ったんですよ、うん、でその彼女がね、まあ、今その独身なんですけど、うん、46歳、今年47で、で、まあ、びっくりしたんですけど、話してて、いろいろ話、懐かしい話からね、バーって話とか、うん、今、エンディングノート書いてると。エンディングノート、エンディングノート、はい、人生の終末のノートですね。そう、はいはいはい、を書いてるんですよ、はい、で、僕びっくりして、いやいやまだ早いだろうって言ったんですけど、うん、いやいやもう何が起こるかわからないし、書いといた方がいいっていうのを聞いて、なるほどなと思ったんですよ、うん、だからそのね、人生の終焉に来るによって、もう葬儀はこういう風にしてほしい、うんうん、こういう人を呼んでほしい、で、もし私がね、亡くなったらこういう人に連絡してほしいっていうのをね、ちゃんと書いとけば、親なりね、その身の回りの人間がそれを見つけた時に、あ、連絡しようっていう連絡先も書いてれば、連絡はつけるわけじゃないですか。そうですね、うん、そういうのを考えたら、あ、書いておいてもいいかなと思って、うん、まあ、他のことと違ってね、うん、まあ、死について考えなきゃいけないから、うん、結構縁起でもないとか思う人もいるかもしれないんだけど、うん、また別の意味で他の人生の件と違うのは、うん、本人がもうどうしようもできない状態になっちゃってるから、うん、周りに迷惑かけるというところの視点からいくと、準備しといてあげた方がいいだろうなっていうふうに思いますよね。そうなんですよね。だからその当人亡くなっちゃってるわけだから、もうどうでもいいんだけど、ある意味そうなんですよね。いや、僕もちょっとそのあれはあるんですよ別に自分が亡くなってからだったら、あとはまあ別にね、好きにしてほしいというか、ただこっちの亡くなっても意思が伝わるっていうのが、ちょっとやりやすいとも思うんですよ、残された方が。例えば事故だとかっていうのがあるわけじゃないですか、まあ、こうしてくれっていうものが伝わるわけだよね。そう、だから例えば自分が宝物にしてるものだとかをね、もし自分が亡くなっても使わなくなったら、例えばね、お友達の好きな趣味だからあげたいだとか、あと自分の子供だとかね、なんかいいとこだとかわかんないですけど、そういうふうにやってれば、まあ、残された人間が動きやすいっちゃ動きやすいなと思ったんですよね、うん、だからとにかく一番のポイントはね、今言ったのは亡くなってしまってるので、うん、そうなってから例えば遺族とか関係者が本人の意思を確かめたくても確かめる術がないんですよ、うんうんうん、だから前もって書いておいてくれれば、例えば本当にほら体の、ね、内臓を誰かのために使ってあげてくださいとかあるじゃない、そういうのもね、治療時とかも、うんうん、だからそのためってすごいいいことだと思うんですよ。でプラスもう一つは、そういうことでもないとあんまり自分の人生振り返ること少ないんですよね。そう、振り返るっていう意味でも、うん、そういうふうにね、死んだら誰に連絡してほしいかなとか、それで改めてこう交友関係さらってみてさ、そう、なんで俺こんな人望ねえんだろうとかがっかりしたりするのあるよ。2人ぐらいしか連絡する人がないなとかね、そういうなとかさ、うん、だからちょっと面白いなとも思った。そう結構面白いかもしれない。ちなみにですけど、書いてはいないですか。ないです、俺やったことないんだけど、ただね、面白いなとは確かに思うんですよ、ね、で振り返ると面白い、まあ、そういう意味ではほら遺言とかってのも同じようなもんじゃないですか、はいはいはい、遺言考えるも縁起じゃないっていう人もいるけども、うん、でもね、ネタとしてなんか最後の人笑い取ってやろうみたいな面白いと思いません実は今まで隠してたけど、実は俺こんな趣味があったんだよみたいな一言、なんか最後の一言って、結構昔の偉人たちってさ、なんか名言残してる人とかいるじゃない、うん、もっと光をとか、なんかすげえかっこいいこと言う人いるじゃない。あ、それと同じで、なんかあの長谷川さん的には俺は絶対最後の一発ギャグを残してほしい。ああ、なるほどね。ちょっと面白いかもしれないですね、それ葬式でね、読んでもらうっていうの。俺好きなのがさ、白洲二郎っていう男が昔いたわけよ、あの吉田茂の懐刀って言われた男だったんだけども、はいはいはい、この人が亡くなる前にも遺言ってのを書いてたんだけどさ、なんかこう手すきの和紙みたいな白い紙にさ、筆でもう書くんだけど、びっちりなんか書かないで8文字しか書いてないわけで、その8文字が葬式無用、戒名不要、これだけかっこいいでしょ。それでちゃんと引き継がれたんですかね、その。もちろん、あの一応あの年月日と名前は書いて署名な、まあ、捺印はしてないけど本人のものだから、一応それはあの OK だったみたいな、ね、じゃあ葬式もしないで戒名も。そう、ちゃんとかっこいい、本人になる、かっこいいじゃんって思ってさ、それ真似してもいいぐらいの、ね、そうだよね、葬式無用、
あと遺言じゃないけど江戸時代頃にさ、うん、なんかすごいその硬くて真面目なあの学者先生がいたわけ、でいつもニコリともしないような先生だったわけよ。でその先生がでももうそろそろ年で自分が亡くなるっていう時に、うん、死んだ後の始末っていうのを弟子に指示するわけ、うん、でねそのまあ昔だからこう棺桶がさ四角い棺桶じゃなくて樽みたいな棺桶なんだけど、うん、まあ自分が死んだらその棺桶入れろと、でっていうかまあそのこの衣装を着せろっていうのがもうあって、うん、これを着せてこの棺桶に入れろと、でもとにかくそれをあの火をくべて、うん、みんなの前で焼いてくれっていうふうな、まあ、遺言を残すわけ、うん、でとにかくその中を絶対改めてはいけないっていうのがそこに条件でついててさ、うん、それで、まあ、言われた通り弟子たちが亡くなった後にやるわけ、うん、そしたらさ着物の中に全部花火が仕込んであってさ、えバン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 花火上がって、要するに真面目な先生の死んだ後の最後のギャグだったのよ。へえそれいいなと思ってさ、だからお弟子さんたちとか、まあ、側近というか方がその花火も仕込んで、違う違う違う、本人が弟子にも知らせないで着物に仕込んどいたわけ。あそうなんだ。それを着せて焼いてくれっていう遺言で弟子にも一切言わないで、最後にみんなをびっくりさせて喜んだ人ってのはいるわけ。とんだ迷惑野郎ですね。怪我人とか絶対出たでしょ、役者。でもこれ楽しそうだなと思って、ちょっといやまあ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 、これに匹敵するようなことやってやりたいなと思ってさ。ね、まあまあちょっと面白いかもしれないですけどね、死を考えるってね、日本はあんまりよくよろしくないと思われてますけど、うん、海外とかではもうやっぱ考えるって言いますからね。今言ったその周りに迷惑をかけないということと最後の一発ギャグの話だよというところですので皆さんもあの考えてみましょう。考えてみましょう。楽しいと思います。僕も考えてみます。はい、はい、ありがとうございました。ということでございます。